ビトロネクチンは血液や細胞外マトリックスに存在する糖タンパク質で細胞接着、細胞進展を促す細胞接着分子である。組織形成維持、血液凝固専用形、免疫補体系、組織修復、眼転位、神経細胞の分化や突起身長で重要な働きをする。動物の細胞を培養するとき多くの正常細胞は 培養皿の底に接着し進展なければ増殖できない。培養細胞のこの性質は足培存性と呼ばれている。細胞接着を担う因子は培地として加える動物結成に含まれている。1967年、米国のアール・ホームズが細胞培養時に細胞接着、進展を促進するタンパク質を動物結成から初めて部分生成した。当時、 ホームズの α-1 タンパク質と呼ばれ、試薬会社から市販された。1983年、何年もかけて研究していた、米国の D.W. バーンズが、人の血清を4種のカラムを通し、細胞接着進展を促進するタンパク質、血清中心点因子をヘパリンに結合しない核分として生成した。分子量は、SDS ポリアクリルアミドゲル電気営動で75、 ケイだと65ケイダだった。同じ1983年、1年前から研究に参入した、米国のエルキルスラーティが、血清中心点因子の部分生成表品を抗原にし、モノクローナル抗体 8E6 を作り、抗体神話性カラム及びヘパリンに結合する核分から血清中心点因子を生成した。血清中のタンパク質で、 細胞接着活性を持つことが知られていた、フィブロネクチンとは異なるので、インビトロのビトロと接着性タンパク質の意味であるね、クチンとを合わせて、このタンパク質をビトロネクチンと命名した。インテグリン、ヘパリン、コラーゲン、オステオネクチン、テネーシン、ホ体の膜新ク複合体、バイマイナス一プラスミン、テランセファリンなど。1985年、 米国のエルキル・ウスラーティ研究室の鈴木慎太郎が、ヒトビトロネクチン CDNA 塩基配列を解明した。そのことで一次構造が解明され、ビトロネクチンは459アミノ酸残基からなり、モジュール構造を持っていないとされた。同年、ドイツの DEN ネと KK スタンリーが、S プロテインという免疫補体系に作用する別の、タンパク質の CDNA 塩基配列を解明すると、 ビトロネクチンと同一であることが判明した。このことで、ビトロネクチンが免疫補体系に作用することが判明した。ビトロネクチンは3つのドメインからなる。N マッタン側のソマトメジン B ドメイン。このドメインに専用系の調節タンパク質である π-1 に結合する。ドメインを形成していないが、N マッタン側から45から47番目の アミノ酸が有名な細胞接着の RGD 配列である。この部位が細胞表面のインテグリン αVβ3 に結合し細胞接着を起こす。ただし、フィブロネクチンも同じ RGD 配列を持ち、細胞表面のインテグリンに結合し細胞接着を起こすが、インテグリンの種類が異なる。分子の中央ドメイン、ヘモペキシン類似の繰り返し構造がある。コラーゲンや、 トロンビン、セルピン複合体の結合活性がある。なお、ヘモペキシンは、ヘム、鉄化合物を結合し、ヘムの代謝を担う、血液タンパク質である。C 末端側ドメイン。この部分に、ヘパリン結合部位がある。この部位は、RGD 配列と同じくらい重要である。アミノ酸、残機32個中14個が塩基性アミノ酸で、塩基精度が高く、プラスに帯電している。 この部位がヘパリンと結合する。ヘパリン以外にも、インテグリン、オステオネクチン、テネーシンなどと結合し、反応性の高い部位である。d、e. w バーンズの生成したのはヘパリンに結合しないタンパク質で、イールースラティノはヘパリンに結合するタンパク質である。この矛盾は、林正夫がビトロネクチンのヘパリン結合性が変換することを実証し、ヘパリン結合部位の 結んで開いてモデルを提唱した。この結んで開いて理論が生理的条件下での活性調節理論である。ヘパリンに結合しない状態はヘパリン結合部位がビトロネクチン分子内に隠れていて生体内で不活性である。活性化するとヘパリン結合部位が開いてビトロネクチン分子表面に出てヘパリンなど必要な分子に結合する。 KT プライスナーは、開いたビトロネクチンは、ビトロネクチン分子が介護した両体を形成していると提唱した。ビトロネクチンの結晶構造は、π-1 に結合しているソマトメジン B ドメインについて報告された。459アミノ酸残機からなるので、分子量は、計算すると 52K ダに相当する。 ところが、SDS ポリアクリルアミドゲル電気エ動では 75K だと出る。1988年、林正夫がビトロネクチンの画期的な生成法を開発したが、その方法で、いろいろな動物のビトロネクチンを生成すると、分子量は59から 78K だと、ばらつきが大きく、SDS ポリアクリルアミドゲル電気エ動で、バンドが1本のもあった。瀬野 小川厚子は動物種による分子量のばらつきと SDS 電気栄動とアミノ酸残機数の差である 23K だはビトロネクチンに大きな搭載が結合しているためでありその搭載が動物種により異なることを見つけた人ビトロネクチンは SDS ポリアクリルアミドゲル電気栄動のバンドが 75KD 型のみ 75K だプラス 65K だ型 65K だ型のみ の三つのビトロネクチン血液型に分類できる。この三つのビトロネクチン血液型の原因は、ヒトビトロネクチンのアミノ酸の381番目がメチオニン、またはトレオニンのどちらかになる対立遺伝子のためである。つまり、ARG379ALA380 の間は381番目のアミノ酸がメチオニンだと切断され、トレオニンだと切断されない。 この遺伝子多系が何らかの疾患と関係するというデータはない。ビトロネクチンは主として肝臓の肝細胞で合成される。シグナル配列を持つので細胞外に分泌され血液に乗って体内を循環する。血液中の血清に存在する。ビトロネクチンメッセンジャー RNA は肝臓以外に肝臓に比べると発現量は少ないが脳、心臓、 骨格筋、胎盤、肺、清掃、そして強線に発現する。これらのビトロネクチンは、その組織の細胞外マトリックスに存在すると、考えられる。血液中のビトロネクチンは、組織損傷部位などで活性化され、血液凝固、専用系のタンパク質である π-1 や、プラスミン結合し、その活性を調節する。血液凝固。 専用系の調節に関与し、組織修復機能があると考えられる。ビトロネクチンは、細胞膜上のインテグリンと結合して、細胞接着、進展を引き起こすので発生時の組織形成、また、癌細胞の転移に関連すると考えられる。固体の膜新修復合体に結合し、細胞溶解を阻害するので、生体防御系の調節機能がある。 神経細胞の分化や突起身長に関与している。吉原義弘は収納ではビトロネクチンがテランセファリンに結合し、エズリン、デイディクシン、モエシンをリン酸化し、細胞内情報伝達系を活性化することで、樹状突起形成に関与することを発見した。実験的にビトロネクチンの遺伝子を欠損させたマウスを作成しても、致死ではなく、 正常に発生していることから、生体内では他のタンパク質が代償しているのか、決定的な機能をしていないのかのどちらかである。ビトロネクチンの異常による人の疾患は見つかっていない。ありがとうございます。